安心して。いいか、君たちがここに迷い込んでしまったことは仕方がない。だが武器を持てない君たちがここから脱出するには自らの手で扉を開き前へ進むしか方法はない。いいか、今この中に私の仲間が先に入っている。そして安全な部屋の扉には S のマークを残してくれる。それを辿って前へ進めばきっと出口に出るはず。クライクは十分注意して、足元には十分注意して、バラバラにならないように。 S の扉を目指してどんどん前へ進むんだ。さあこっちへ。S の扉ある、気をつけて前へ進むんだ。さあ頑張って。バイオに出てくるなんかあの怖い怖いなんかこんなこんな、はい、怖い怖い感じの怪物出てくるじゃないですか。あれはどの辺から、そうですね、あんまり何かモチーフとかっては考えてない、あと基本的にはでもあれですか、デザインなさったんですか。いやデザインは僕はしてないです。ディレクションっていう、でもディレクションはされたんですね。一度面白い話があったのが、うん、1の時にあの地下の研究所に進んでいくんですよ、はいはい、このバイオ研究所に。でそこにあのどんなゾンビを出そうかって、うんうん、でみんな白衣のゾンビじゃつまんないから、うん、じゃ あ, あのこう機密服みたいなのあるじゃないですか、うん、あのウイルス実験するような部屋に入ってくる、あのゾンビ出そうよって、うん、でスタッフで話してたんですよ、うん、じゃあこうマスクかぶってるじゃんって、うん、あのマスクは取った方がいいのかな、かぶってた方がいいのかなって、うん、でそれ取って別にこう後ろにはだけててもいいでしょうっていう人間もいて、いやかぶってた方がよく見なくて怖いよとかいう話をして、そっちに行きかけたんですけど、ちょっと待てと、マスクをかぶってたらどう噛みつくんだっていう話になって確かに気がやりたいようで、足元には十分に気をつけて、これは十分だ。さあ気をつけて。音がまた怖いんですよねみたいなまあそれはそれって、あそう 音怖いと思ったな結構な。All right, that's far enough. Don't move. Don't move. No. どうですかその青の6号の方の。今回みんな生物にしようと思って、その DNA コーディングっていうか、その遺伝子からこう設計された兵器たちみたいな、うん、だからその自立機械であると同時に実は意識も持ってたりしてみたいな。あ1話ではまあただ怪獣って感じの扱いですけど、まあじわじわとこう喋ったりするキャラクターも出てきたりして、うん、まあそういうのでまあ色をつけてみようかなと、このビデオ版の青の6号っていうことで色付けをしてみようかなと最初はあったんですけど、うん、すごいなと思ったのがあのカメラワークですね、うん、割とカメラワークっていう点ではあのアニメの部分と CG の部分がすごく融合してていいなと思ったんですよ。あ、まあ、ちょっとそう感じていただけるなら割と狙いの部分で、うん、やっぱその辺は狙ってたわけですよね。そうですね、まあ、違和感なくつないでいくにはまあそこかなと、うん、2ですごいここは留意したみたいな。そうですか、その1と比較して2ではその辺はいろいろ、まあ準備期間もあったんでいろいろ考えて、うん、今度はこうしようみたいな、こうしようっていうのはいろいろ考えてやれたんで、うん、その辺は結構満足いってるかなと思うんですけどね、うんうんうん、バイオ1の時の監督は僕じゃなくて、あの三上という人間がやってて、はい、僕はその、まあ、下働きみたいな感じでいろいろ勉強しながら、そうですね、うん、やってたんですけど、まあいろいろやっぱり苦労はありましたよね。どういうような。まあ新人だらけで、僕なんかもゲームの仕事やったのもそれ初めて、うん、他の人間もそんなのばっかりで、うん、三上もまあさぞ苦労したことだろうなと思ったんですけど、うんうん、現場で、まあ、人道指揮を取るっていう、終盤ではその50人ぐらいのスタッフを抱えて、まあ、一人一人のキャラをほとんどもう自分一人で
隅々までチェックしてっていうやり方で、もう本当に自分自身の手で手作りっていう形で上げたのに対し、そのバイオハザード2っていうとこに関しては、まあ、完全にその現場から一歩引いた形で大まかなコンセプトのみ、の部分で指示を与えて、まあ、あとはほとんどスタッフに、まあ、お任せ状態っていうところで、開発を進めていきました。主に言うとそのマネジメントが一番大きなところになってきて、でいかにいい環境を、まあ、揃えてあげれるかっていうスタッフのためにっていうところが一番大きなやっぱ仕事だったと思います。そうですね、オープニングも実際には細かく曲数が分かれてるんですけど、総数で、まあ、100曲以上にはなりますね。はい、シチュエーションに応じた曲作りっていうのがすごい難しいですね。だから曲が先行して作られるってことがなかったですね。まあ、レオンとクレアが、まあ、何度か出会いますよね、ゲーム中に。まあ、そういうところの音楽とか毎回出会うんだけども、そのシチュエーションは違いますよね。あえて嬉しいとか、あえてよかったけどこれからどうするとかありますよね。まあ、その辺のその曲でのこう違いを出すところが難しかったですね。Claire, you made it. Yeah. Have you seen a little girl around here? まあすごい久しぶりにまともな曲っていうか作れたんで、まあ結構弾けて作れました。はい、市街地の曲とか、あと、まあ、タイラント、ラストのタイラントとかがすごい好きですね。タイラントが好きなんですよ。そうですね、まあ、まあ、外部音源、まあ、これとかこれとか、まあ、ここにもあるんですけど、そういうのを使って、まあ、曲を作っていって、でどうやってその内蔵音源にするかっていうと、まあ、楽器音を一個一個、まあ、録音していって、で、まあ、プレステで扱える形にしてもう一回組み直すって形でやってるんで、でまあ、僕の場合は、まあ、外部音源で作った状態と、まあ、プレイステに落ちた段階の違いをほとんどなくするような形でやってるんで、まあ、あらかじめ、うん、作ったものとそう違いは出ないように気にしながらやってますけど。まあそのメインスタッフに関してはやっぱり自分の希望っていうところを、まあ、名指しで、誰が欲しいっていう、まあ、神が欲しい、竹内が欲しいっていうことを実際に、名指しで指名はできたんですけど、まあ、メイン格以外のスタッフに関しては、まあ、やっぱりその開発の台所事情もあるんで、まあ、そんなに自由にはいかない部分が多々はあったんですけど、結果的にそのゲームを作りながら、人もやっぱり育てていかないと、特にその現場から一歩離れた立場でいいものを作ろうとした時になかなかすぐにできないもんで、まずはそのスタッフの育成っていうところが非常に大きなウェイトを占めるっていう、そのためにまあいい環境を作ってあげるっていうところが非常に大事だったと思います。その若いスタッフでいいところっていうのはやっぱりその新鮮なネタをたくさん持ってるっていうところでは非常に素晴らしいかなっていうふうには思ったんだけど、それを一つのゲームの形っていうパッケージするときにどうしてもそれら一個一個のその新鮮なネタっていうところがどうしてもこううまく調和しないっていう、まあ不協和音を立ててしまうようなところがあって、でまあネタ自体はその面白いアイデアっていうのはたくさんあったんですけど、それがミッキーの部分がしっかりしてないんでやっぱりポロポロ落ちちゃうっていうところがあって、形になると最初たくさんなんか面白いアイデアがたくさん出てたのに、
結果としてはそのネタっていうのがあんまりくっついてじゃない ないんじゃないのっていうところがあって、でしかもそれらが、不協和音を立ってるんで、やっぱり実際にプレイしてゲームとしてまあプレイした時にその面白くないっていう、一個一個のそのネタ自身が何のためにあるのかっていうところが全くそのユーザーの立場に立ってみると理解できない、わからない、つまらないっていうところになってたんで、その 1.5 っていうところに関しては一回一からひっくり返してネタの部分は美味しいところはあるんで、そういうところは残しつつもまた一から作り直してみようかっていうことで始まったのが2なんですけど、僕的にはその怖いっていうところの部分と、それからまあ絵的な雰囲気がいいっていう、まあこんなグラフィック、こんな雰囲気、世界観の中に自分が入り込んでいって、いろんなところをこう歩ければ楽しいであろうっていう、その怖いっていうところとその雰囲気がいいっていう、その2つだけを守ってもらえれば、まああとはどうでもよかったっていうことなんですけど、であとはスタッフにお任せ で僕のカラーが強く出た作品でなくって、そのやっぱりディレクターをはじめとして現場のスタッフ一人一人のっていう個性がやっぱり光る作品にしたかったなっていうところがあるんで、あえてそこは強く言わなくてもいいんですけど、敵であったりシナリオであったりするところなんですけど、敵で言えばバイオハザード1っていうところではコンセプトとしては気持ち悪いっていう、ある程度生理的嫌悪感っていうところを、デザインの時点からも発していて、で気持ち悪いから怖い、来るなっていう、そういうコンセプトがあって、基本的にかっこよさっていうのは敵には求めてなかったんですよ。で唯一求めていたのがそのかっこよさが許されてる存在がタイラントであったっていう。でやっぱり2に変わってそこら辺がやっぱり神谷の好みが前に出た時に、敵全般にわたってやっぱかっこよさっていう要素が入ってきたんじゃないのかなっていうふうには思ってるんですけど、それをあえてその神谷の口からかっこいい敵を作ろう、かっこいい敵をっていう言葉は出てなかったにしろ、やはり結果的にはそういう方向性っていうのがかなり現れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、特に G であるとかタイラントっていうところに関してはかなりのこだわりを見せてたかなっていうふうに思うんですけど、基本的にはその1の時にタイラントのイメージってある程度完成はされてると思うんですよ。で2ではそれがほぼ完全体に近くなって出たっていう。で僕はそのバイオの生き物たちっていうのはどこか、ウィークポイントっていうか弱いとこがあって、必ずしも完全でないところにっていう、まあいいとこがあるっていう見方をしてたんで、タイラントもその完全系のものっていうところは実際その作ってた時にデザインはあったんですけど、それを出すのはやめて、あえてその作りかけであるっていう状態でそのままゲームの中に登場させることを選んだんですけど、一つはやっぱりその中には根底としてあるのは敵の存在っていうバイオハザードウェポンっていうのものが、その作り出した人から見ても非常に危険な、まあ、生物であるっていう、そこでやっぱり怖さを純粋に追求したかったっていう。で僕の頭の中でやっぱりバイオに限っては何をするにもやっぱり恐怖につながるつながるっていう形でまとめ上げていたんで、それが新しいその神谷ディレクターのもとにっていう、かなり変わってきたんじゃないのかなっていう気はしてますけど、でバイオ1の時にそのどっからそのゲームのシステムができたかっていう、ゲームのシステムっていうことをまず考えて絵を作ったとか言うんじゃなくて、バイオハザードの場合は絵面の部分がゲームシステムになったっていう、で一番元になったのは気持ち悪いその
敵ゾンビが、まあ、どん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 プレイヤーに迫ってきて、うわ汚いからこっちに来るな、寄るな、怖いっていう、でそこに対してすごいストレスを与えて、でそれに対する対抗手段、ある程度ストレスの吐け口っていうところがプレイヤーの攻撃、武器を使っての攻撃になるんですけど、それで、まあ、こっちへ来るなっていう、で銃を撃ちながらでもなかなか死なない、でそのうちにだん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 距離を詰められてっていう、非常にストレスが一番高くなった状態ぐらいでパーンと最後に一発撃った時に敵があって崩れていって、でそこで初めてふうって息をつくっていう、でゲームの基本システムっていうのはその中に全て含まれてて、そこの中からどっちかというとゲームのシステムに落とすためにはどういうとこを穴を潰さなきゃいけないのとか、そういう考え方をしていったんで、まあ全てはそこからっていう。僕が担当したのはバイオハザード2の、まあ、敵キャラモンスターの反則用のイラストを担当しました。もう初めは本当にもう鉛筆で描くっていうところから始めてますんで、まあ、線画で起こしてそこを、まあ、マーカーで軽く色つけたやつを、まあ、スキャナーで取り込んで、あとはもうフォトショップっていうソフトを使って、まあ、どん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 上から書き込んでいくっていう。作業の流れとしては、最初にあのポリゴンでワイヤーフレームで骨格を作って、こう四角い板をひたすら根気だけで立体組み立てていきます。こっちのマックで作った絵を貼り付ける。こういう風にしていって体の各パーツを組み立てていきます。それで全身ができたら最後にこの骨を入れてあげます。好きな角度に動かせますね。でこうやって体の各パーツを動かしていって、好きなポーズができたらこういうレンダリングってやつで、こういうのができますので、これはこちらの Mac のに持ってって、いろんな背景とかと合成してこういうものを作ります。僕自身やっぱりバイオっていうゲームに携わって思ったのは、ゲームが毒であるっていう考え方が間違ってなかったかなっていうとこなんですけど、いろんなそのゲーム作りっていうところに関しては考え方があって、みんながまあ楽しめるもんでなければならないであるとか、もっともっとマニアックな人のためのものであるとかっていう考え方があるんですけど、その僕の中ではそのゲームは毒であるっていう、その最初にコンセプトした苦いビールでも、そのやっぱりビールの中でも一番苦いキリンのラガーっていうのは未だにっていう、多くの人に好まれてるっていう、だそういうなんかものを作っていきたいなっていう時に、バイオ作る前に関してはまだ半信半疑であったっていう、それまではそのディズニーゲームばっかり作ってたんで、でそこら辺で半信半疑の部分があったところが、バイオっていうゲーム作りを通して、まあ、それが間違ってなかったっていう、そういう確信を得たっていうのはあります。まあ、これまでのバイオっていうのは割と1っていうところは実験的ラインであって、でそこで新鮮味っていう新しさっていうところが一つ受けた要因であるかなっていうふうに思ってるんですけど、やっぱり2っていうところではやっぱり対策思考っていうか、そこら辺に若干流されてしまった感があるんで、もっとその今後に関しては生きのいい、バイオハザードシリーズっていうところを狙っていきたいんで、今後ともバイオハザードシリーズを、よろしくお願いします。リアルさの追求っていうのをやってまして、
よくあのバイオハザードとかやってもらって、これリアルリアルとか言われるんですけど、それはリアルな音、生音そのまま撮ってるんじゃなくて、あくまでリアルさの追求、想像の域をで、あのリアルに響いてくるような音、そういうのを作ってるんですよ。銃の音に関しましては、まあ、かなり武器担当の方と、ソフトプログラマーの方とかなりあの話し合いで、これでもないあれでもないって言いながら、だいたい一つの音につき、そうですね、十何回作り直しとかやってますので、かなり丁寧に作ったと思います。どこ製なんですか？イギリスです。 SAS 用、スペシャルエアサービス用に開発されたガスマスク、 SP データの SF10 です。どうやって被るものなんですか？あ、これですか？いや、もうこれはこのまま。あ、すごいすごい。まるっきりハンクですよ。前回コルトパイソンで357を使ったんですよ。はい、で今回は敵が強力になるんで44に行こうかって言ってたんですけど、いや今回はもう一つで行こうよってことで、もう一つで行こうですか？ドット50の光景なんですよね。でこれあの東京マルイさんってところが、シュンエクスプレスがあのバイオ専用モデルってことで、グリップもデザインしてくださって、それが今度出る新製品の10インチバージョンなんですよね。モンスターですね。まあまさにモンスターを打つにはこれぐらいのモンスターじゃないと。ゲームの終盤で登場して。あ、そうなんですか。あのもう主人公がこれからすごいところに赴くときに相棒となってくれる銃なんです。あ、これの44口径 の、 あのデザートイーグルは、私も実際によくあの使用といいますか、打ったことは何度もありますし、すごくいい銃なんですよね。ただグリップは日本人には大きいです。はいはい、それでね、太いです。確かに東京マレーさんが少しでも握りやすいようにって、ちょっと、なんですか、これは非常に握りやすいですよね。こう今初めて握った感じですけども、いや僕もそう思ったんですよ。これすごいいいデザインだな。素晴らしいデザインですよね。いいデザインですね。これ打ってみたいですね。頼もしいですね。これグリップだけ実銃につけて一回レポートしていただきたいんですよね。実銃にも使えるかどうかっていうのは。ああ、そうですよね。スケールちゃんとね、合わせて、合わせてね。うわ、すっごいな。レオンってちゃんとあの主人公の名前が、主人公の名前が入ってるんですよ。すごいね。主人公が自分で俺のだって掘ったっていう設定なんですけど。あ、そんな感じですね。なんかね、で10インチの方はちょっとサイトの方を変えてもらって、僕標準のサイトってちょっとあんまり好きじゃなかったですよ。はい、でそういうサイトをつけていただいて、ウィンテージとエレベーションが手でカリカリとクリックができるという。ああ、凝ってるね。ちゃんとカチカチ言うように言いますね。ちゃんとクリック言いますね。クリック音がありますもんね。これメモリもつけていただいて。凝ってるね。ゲーム中で、まあ、プレイヤーが50、ね、ドット50のこの銃を撃つときに、はい、やっぱリアクションどうしようかって考えたときに、やっぱりそれはリアルに行こうよってことでこう上げちゃったんですよね。ドーンっていう風に、主人公はあんまりそんな銃撃ったことなかったんだっていう感じで、こうバーンと上に跳ね上げるような運動したんですけど、あながちそれはゲームのデフォルメでもないってことです。いやいや、ありますよ本当に。もそれはあります、あります、あります。本当によよっていう感じで来ますから。逃がし方ですよね、要はね。だから44マグナムを片手で撃てるのももちろん可能なんですけど、はい、それも逃がし方でしょうね、慣れでしょうね。あんまり例えば腕をこう思いっきり突っ張ってこうやっちゃうと、
ダメなんですよね。それ打ち方でやっぱりコントロールができるってことですか。できます、できます、できると思います。ただ構え方、まあ、いろいろ構え方もまあ、あるんですけども、はい、なんでしょうね、まあ、難しいですね、構え方っていうのはね。やっぱ個人の癖であったりとか体型だったりとかいろいろあるんですかね。ただね、基本的にその構え方ってあるんですけどね、それをねやっぱりね簡単に習得するのは、まあ、あやっぱ訓練がいるかもしれませんね、練習がね。そういうのもしこう本当にピシッといきたかったらやっぱりあれですね、専門の人に。そうですね、ある程度アドバイスっていうか、じゃないと難しいと思いますよね。僕もだから外人部隊にいる時っていうのはライフル打ったりとかハンドガンも、まあ、趣味って好きでしたから打ってましたけど、まあ、ボディーガードの方の訓練っていうんですか、受けるようになってから全く変わりましたもんね。そうなんですか。それはボディーガードのフォームとやっぱりそのボディーガードっていうかそのですね、そういうお仕事のフォームとやっぱりその実際に赴かれるそういうまあ兵隊っていう状態のフォームでは違ってくるもんなんですか。違いましたね違いましたね、違いましたね。僕もそれはボディーガードの訓練っていうかそういうそのあれをやるまで分かんなかったんですけどね、実際にやっぱり理にかなった理由があると思います。あります、間違いなくあります。実際にどういう感じになってくるんでしょうね。あのね、よくあの映画なんかで大きい大口径の銃なんかを撃つ時っていうのを、例えばこう正面にこう構えて、まあ、少しハスに構えて撃つ人もありますよね。ところがね、あのボディーガードとか例えばその相手が敵がその目の前にいる時のシチュエーションなんかの構え方っていうと、それじゃダメなんですよね。もっとね、自分の体を隠さないといけないんですよ。こうほとんど真横にしていく感じなんですよね。それを結局もう自分の中のリアクションっていうか、もういつでもその体勢が取れないとダメなんですよね。それは要はあれですね、相手と対峙するんで重要器官を、こう心臓とかを。そうです、だから確かに理にかなって、あのね、だから体、だからあの何でしょう、あのね結局あの、なんだろうな、すごいね、ある意味ではね、あの不自然な体型なんですよこれって。でしかもねその時に肘をね、結局自分のこの横のこの器官っていうものがありますよね、この横の、このこれを肘で結局カバーしなきゃならないんですよ。だからこうじゃないんですよね、結局肘をこっちにこう固定っていうかある程度固定しながら体の向きを横にしなきゃならない。だから正面から見ると一本の線のように見えなきゃならないんです。そうすれば敵からの結局攻撃もそれで、だから正面から例えばですよ、こう向いてこうやっちゃえばもうそのプロフィールがもろ見えじゃないですか、だから的も大きくなるわけですよね、相手からの的、相手が結局的とした場合に、そうですね、面積が大きい、全部大きくなるわけじゃない、だから当たる可能性も多くな、ね、多くなるわけですよね。ところが、それが結局こういうふうに横に向いてこうなれば、それが一歩のこう線というかね、なるほどね、なるわけですよ。より面積を小さく、そうです、それはもう鉄則ですね、鉄則です。これはめちゃめちゃ参考になります。マジでだからこの構え方っていうのは多分例えばテレビなんかでよくあの重機を使って刑事物語って刑事物でやるじゃないですか、僕は見て人にも言いますよね、そういう指導されてるのは多分ないと思います。そこまで厳密にやってらっしゃる指導されてるのないと思います。難しいんですよ実際にこれって本当に、結構ね不自然な体型なんです。だからよくあの誰でしたっけ、スティーブン・セイガルです、はい、あれがねあのよく銃をこう最近構えたりしてますね、横にしてるじゃないですか、あれっていうのはそれをやりやすくしてるんですよ。はあ、やりやすくしてるんです、あれ結局こうやって、でしかも薬莢が廃墟されるときに下に行くでしょ、はい、あれはね全てあの構え方も実際にあるんですよ。よくできてるなと思うんですよ実際に、あの映画で。僕それ知らなかったんで、ただ単に流行ってると思ってたんです、ハリウッドで。じゃないんです理にかなってるってことなんですね。そうです実際こうすれば相手からの向きもすごく少なくて済むわけじゃないですか、相手に対して自分のその体の位置っていうのは。それをやりやすくするためにこうしちゃったんですよ。ゲーム中でね、最初に、まあ、僕が開発してる時に作ったモーションが横打ちだったんですよ、その時にあのスタッフが、竹内さんそれちょっとねハリウッド映画意識しすぎですよっていうふうに言われたわけですよ。
そうかなと、僕自身もね、やっぱハリウッド映画見て、スティーブン・セガールとか結構不安なんで、彼も本物ですよ ね、かっこいいじゃないですか、様になってて、あれ結構真似してやってたんですけど、それはちょっとやりすぎだから普通に行きましょう、もうちょっとリアリティ持ってって言ってたんですけど、それ、はいはいはい、逆だったんですね。逆ですよね。理にかなってたんですよ。理にかなってるんですよ、あれってよくできてますよ。さすがだなと思いましたね。一番新しい打ち方なのかもしれないです、あれが。あれ見ては次はもう胸張って横打ちで行こうって。バイオハザードの世界にもし入られてゾンビに襲われたとして、どの銃を一番持ってきます、ゾンビ相手に。ゾンビ相手、ゾンビ相手、専門家としてなんですけど、ゾンビ相手だったらやっぱり、まあ、ハンドガンを一丁、はい、それとショットガン、ショットガンですか、そうですよね、だからどうしてもね、このバイオハザード共通で一つだけ守ってほしい武器があって、それはショットガンなんですよ。あ、そうですか。それはもうよくわかります、僕がこの作品から手を離れていってしまったとしても、これだけは外さないでほしいなっていう。あ、そうですか。なんかやっぱりああいう状況で本当にストッピングパワーっていう時に要求されるのは、ショットガンのそのパワーっていうのはすごい大事だろうなって、至近距離だったら絶対ですよね。そうですよね、10メートル以内は絶対ですよ、本当。ラブローバックにしろスラッグにしろ、まあ人間いざ知らず人間以外のもんでもいけると思いけますよね。そうですね、人間は壊れちゃいますから、はい、シリーズ通してのね、なんかキーウェポンかなっていう気がするんですよね。はい。こんにちは、宮村優子です。今日はですね、こんな高いところにいるわけなんですけども、何をするのかと言いますと、じゃーん、見てくださいこの格好、どっから見てもバイオハザードです。というわけで今日は分かってない、何やら私には想像もつかないようなビッグな偉い人を、ご紹介したいと思います。というわけで岡本さんです。見ての通りのおじさんです。あ、本当だ。見えない。はい、岡本さんはですね、バイオハザード1からも、1はね、はい、1のすごい後半からなんですよね。後半から、出荷前の2週間ぐらい前から手伝ったんですよね。すっごい後半ですね。すごい後半ですよね。開発の時には関わってないんですか。開発のスタートの時にはね、他の人がやってたんですよね。で、2週間ここに出荷しますよって時にバーンってこうテーブルに繰り返して気に入らねえんだよとかって言って、みんなに嫌われたのが僕です。あら、ここは直せよとかって言って、すごい嫌われましたけど、ね、出荷2週間前に直しちゃったんですか。そうですね。ありゃ、ね、2は、そのやっぱり遮音がかかってるって感じですかね。1の時にはそのやっぱ期待薄っていうか、まあ何本か年間出していくうちの1本、ところが2の時には、どうしても売らなきゃいけないタイトル、うん、1がその予想以上に売れたんで、2はある程度みんなが予想する、その大きな数字を予想してる、その数字はクリアしなきゃいけないっていう、すごいプレッシャーの中で、やりましたよ。あの、そういう音とか、まあ、グラフィックとか、そういうのに2でちょっとここは自分的にはちょっとやったぜっていうところってありますか。1から2にかけて、あのワニが巨大だったのは気に入ってるんですよ。あ、ワニが巨大だっていう、なんかあのワンではサメだぞみたいな、スはじゃあ何にしようみたいな、じゃあワニだろうみたいな、スリーはサイにしようかなとか、スリーはサイだそうです。そうそう、カバだと面白いなとか、目の前通り過ぎて向こう行っちゃうだけとか、ね、いいよ今の巨大だったよみたいな、何の伏線みたいな。今すごく思ってたのは、2の時に思ってたのは、その1をなんとか超えなければっていうののそのプレッシャーばっかりですよね、本当に。プレッシャーって結構辛くって、プレッシャーかかるとこんななっちゃって、これでいいような気がするし、いけないような気もするしみたいな、いつもそのゲームってこう客観的に第三者的に見ないと、難易度が高すぎるんじゃないだろうかとか、低すぎるんじゃないだろうかってすごく分からなくなるんです。外からいつも見てたのに、バイオハザードの時はシナリオから、2の時はシナリオから一緒に見てたんで、
分からなくなっちゃって、もう入り込んじゃって、入り込んでて分からなくなっちゃって、で後からいろんな失敗に気がついて、うわやべえみたいな、こんなこといっぱい失敗してるみたいな。例えばバイオ2やったら難易度が一番高いのはスタートの時とかね。嘘逆だろみたいな。さっきシナリオから参加したっておっしゃってましたけど、うん、2はなんだか何でしたっけ、フラッグシップという、うん、フラッグシップって読むんですけどね、フラッグシップ、はい、ちっちゃい2を除いて、フラッグシップ、うん、ああフラッグシップというあの集団がシナリオを作ったというふうに聞いたんですけど、この集団は一体どういう集団さんでいらっしゃるんですか。まあ一応今のところですよ、ゲームのシナリオを書く会社として、じゃあバイオハザード資本金をカプコンとセガとニンテンドに出してもらって作ったんですよ。バイオハザードがじゃあ最初なんですか。そうですそうです。あ、そもそもあれですかね、フラグシップのシナリオライターと僕が知り合ったのはバイオハザードのオタクだったからですよ、シナリオライターの先生が。あ、そうなんですか。1プレイヤーとしてね、完全にハマっててバイオハザードいいんだバイオハザードいいんだってそのおっさんが言いまくってたんで、そっからがあの仕事の始まりだった。すごいハマってる割にはあの自分でシナリオも書いて2の時にイージーでやってましたけどね。あ、いやお前下手れだよとかこれは息でお願いしますあのバイオハザード の、あの次の部屋に行く時にこうドアがギーって開くじゃないですか。あ、ゆっくり、うん、あれはまた怖いですよね。怖いですよね。次何が来るんだろう、何が起こるかわからないみたいな、そのためにゆっくりやってるっていう説もあるし、説もあるし、説もあるし、あの次の部屋 あのデータを読み込んでる CD がブーッと赤ランプついてんじゃんみたいな、ランプついてるぞみたいな、ロードしてるぞあの時間にドアギーって開いてるって説もありますけどね。だけど実際のところはその両方の作業があって確かに読んでる、うん、だけど2の時にはもっと早くドア開けれたんですよね。で実際ちょこっと、うん、カチャンとかって開けたんだけど、そしたら怖い怖い怖いとか心の準備とかっていうのがちょっとできなくって、うん、あ、間として、間として帰って怖さがなかったっていうか、うん、あ、そうなんですか。何もないから怖いってあるじゃないですか、うん、ドキドキ、何もないはずがねえとかって思うから、うん、これは何かあるはずだとかって思うから、その怖さを大事にしたかったんで、でワンと同じ時間はそこに持って、そうなんですか。次のやつは次、うん、次のやつはうまくザッピングしてるネタがあるんで、うん、ちょっと任せろ俺にみたいな、今度は本物だみたいな、今度のザッピングは矛盾がねえぞみたいな、へえ、次のはいいぞみたいな、今までのはこういうザッピングだったんで、うん、次のはこういうザッピングなんですよね。あ、後から。あ、そうそう、あんまり言うなよ。あー、そうなんですか。てな感じで。おー、ほんとだ、てな感じだ。てな感じで。あの、ゲームをですね、うん、一つのメディアとして、うん、これからのこうしていきたいみたいな。難しそうな時間。難しいし、あの緊張してるぞ。どうしようかな、僕がどうしていきたい、はい、バイオハザードだけで言うと、うーん、すごく長くシリーズ化したい、うん、一切、うん、その矛盾点がいっぱいあるんだろうけど、それも取り払って長くシリーズ化して、でみんながすごく楽しみにして、だからお正月はお年玉がもらえるとか、うん、クリスマスは、サンタさんが来てプレゼントしてくれるのと同じぐらい、例えば毎年1月の後半にはバイオハザードが売られてるとか、1月な、あ、もうすぐ1月だバイオハザードじゃんみたいな、例えば毎年1回売ってくれてるとか、4年に1回オリンピックがあるみたいにバイオハザードが4年に1回出るよとか、風天の寅さんみたいに夏と冬は必ずあるんだとか、なんかみたいにみんながその期待して、でその期待をいい意味である程度裏切れて、でその中でそのメッセージ性はあるんじゃなくって、その自分たちのユーザーですね、ユーザーの成長とともに、いろんなものが成長していく、ゲームの中のそのグラフィックも成長して、うん、音も成長してみたいな、でシナリオのレベルも上がって、それが極端に上がっていくんじゃなくて、みんなと一緒に成長していけたらなとは思ってますけどね。で、まあ、目標は風天の寅さんっていうよりは007、007、うん、
台本なんて書いてあったっけ。あ、ねえや。台本だよ。ねえねえ。ないない。007と言いますと、あの007ってなんかこう猫抱いて、うん、あの黒幕の人がいるじゃないですか、うんうん、あんな感じで、あのアンブレラって大きな会社があって、うん、アンブレラって会社はそのあちこちの秘密庫基地とか研究所がこう破壊されていっても、うん、びくともしなくて世界中にあるみたいな、うん、次は宇宙だみたいな、こんなレベルで次は海底だとか、潰されても次は山の中だとかって、うん、潰されても潰されてもこうあちこちにちゃんとそういう基地があって、うん、でまあ別にね、それを吹き飛ばされたかなって別にどうってことねえやみたいな、うん、シリーズの中でいろんなやつがその巻き込まれて意図せず巻き込まれた人たちが、うん、なんとかそこから脱出していくゲームっていう根本のこうコアになってるのは変わらずに話が続いていけたらなと。それでながらそのどっかで質的転換をしなきゃいけないんだろうなと、うん、同じもの見せても怖くないから、ね、怖いだけじゃなくって例えばこんなものがあって、うん、まだちょっと言えないけど将来的に教育そもそもになったりしないけどね質的転換をしながら進めていけたら長いシリーズでいけたらいいなと思って、うん、定番で定番で、うん、絶対買うぞってみんなが絶対プレイするぞでやってよっしゃ面白かったすごいスッキリしたとかよし頑張って受験勉強に磨けるわとかそういうなんかプラス思考のソフトになってくれたらなと思ってます、うん、みんながずっと楽しみにしている、うん、そんなになってほしいですよね、うん、少なくとも自分がプレイし続けないわけにいかないんで、ね、自分もやらなきゃいけませんね、うん、自分もずっと楽しんでそうですね自分やっぱ楽しめる、うん、シナリオにしてもその映像にしても音にしても、うんうん、その演出にしてもですかねすごい楽しみにできるようなのにしたいと思ってますけどね。ありがとうございました。お世話になりました。こちらこそ。